皆さん、明けましておめでとうございます。みごチャンネルです。今年もよろしくお願いします。今年一発目の動画は、2日にね、チャリティー配信したんですけど、24年初の動画ということで、毎年恒例の、ブルーコートで、餅つきギグですね。今年はね、地元神戸から X と、あと去年も出てもらったんですけど、成渕さんが参戦してくれるということで、その模様をちょっと撮っていきたいと思います。明けましておめでとうございます。 YouTuber だったな。毎年毎年入り方ありがとうございます。母ちゃん、はい、24年のブルーポートの抱負はどんな感じでしょうか。20周年のおーおーおー、だから、うん、頑張ります。まあ通年通り頑張るって、うん、毎年頑張ってるからね。馬長に1個でも多く、去年より1個でも多く出てもらいます。ああ、ライブね。あ、今年もお願いします。はい、おめでとうございます。あげおめ、はい、今年は X です。お願いします。撮って撮られて。お願いします。お願いします。あつくん、明けおめ、明けましておめでとうございます。今日はよろしくお願いします。お願いします。ことよろやな。ことよろです。せやな、出したな。ほんまほんまですか。みんな言われる。言われる。うん、めっちゃ出した。そうでしょ。え、なんかしたん。ちょっとだけ。あ、ほんま米食べるも丸やめたら。あ、炭水化物抜くみたいな。そう、サラダだけです。へ、まあ、俺もともとラボ。そうやな。とんでもないことやった。とんでもなかった。餅の準備してるところもしっかりと。おいおい、いつどこで映像が使えるか分からない。素材はな、あればええからな。あればあるほどええからな。すごい編集する大変さみたいなやつがあるし。大根おろしってきてくれたから、なんちゃらっていう。あ、あれもうすでに擦られた状態のやつ。なるほど。だからもう会えるだけ。確かに現場でやってたらめっちゃ大変ですよね。毎年ほんましんどかった。はい、こんなん。え、あれって具材だけ持ち込んでほぼほぼその場でやってたんですか。そう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 、毎年。いや、それはえぐいわ。だから例年通り砂糖醤油ときな粉と押し込んでいきます。あんこはですね、こんなことしか持ってない。あんこって食べる？あん、まあ、毎年なんかあんま出るイメージないんですよ。いやでもやっぱきな粉とあんこは、まあ、あったらみたいな。お、鉄板なんで。うんこやんか。それだけは言うたらあかん。それだけはあかん。うんこやんか。でもこのあんこってさ、丸めてさ、その丸めた上に乗すってことやな。なんかすくって。まあなんか。そうですね、このままなんかバーって出して使うようじゃないかもしれないですね。こうやってこうディップするみたいな感じだったよ。あ、え、どうなったっけ、お餅のあんこって。毎年あんこの素材とかどういう感じで使われ方が。よっしゃ、じゃあ私はこの3種類。やばい、なんかこぼれてる。あ、やばい、これ乗せたから。オールスポンズのやつや。重さで絞られた、最悪。やくもだ。あー、一番そうですね。まあまあ後で聞きます。ライブハウスで餅つきとかやっとうとかあるんかな。いや、あるか、あるとは思いますけど、ライブハウス主催とかじゃないですか、大体あるとしたら。でも俺らが先駆けじゃん、もしやがったら。だって十何年前だよね、初めてだった。そうですよ、13年前、ね、もう結構経ちますよね。イシュースとかは持ち込みやん。
そうですね、あれもね、まあまあの値段しますもんね。多分な、もう元は取ったと思う。取れてると思いますね。元は取ったと思う。この辺じゃ、そうですね、馬長ぐらいじゃないですかね。やっていうかバンドでやってるの馬長だけな気にしますけどね。
チンサッサーチンチンチンサッサーチンチンチンサッサーチンチンチンサッサー今お何分したのかって餅つきの準備をその間に我々がするっていう感じです。えい。なんか一回こっちにちょっと入ります。この前最初の感じが。YouTube やってます。撮ってます。ここに昼間の動画で撮った、やつを冷やしております。なんすかそれ？あんこ、きな粉、あで砂糖醤油とおろし昆布。いいっすね。作ったやつを冷蔵庫に入れてて、それを準備するために上に持っていきます。あ、髪染め取っといて、みんなの髪染め。あ、OK です。これみんな髪染めやってます。いいっすね。毎年やって、去年はね、俺登録者1000人って書いて達成したんですよ、去年は。海世話になってんなの、ミミズ千匹も、カスの保健所も、うめえなこと。
次、おめでとうございます。おめでとうございます。ゆっくりよ。行ける。はい、もっと行け、もっと行け。うわっ、いいね。もう一回で、おまけでもう一回行こう。ラスト1、ラスト1、もう一回。はい、はい、あ、いいね。クッシャーはベータ、姫路のベータのスタッフやから、またみんなベータ来てくれよ。ベータ、いい、ご発よ、よし、もっともっと強く、憎しみ込めて、ムカつくことあるよ、ほんま、そんなぐらいしかムカつかない、もっともっと、あと3回、はい、もっとムカつく、ムカついて、誰ラスト、やった、はい、こう、いけ、はい、よっしゃ、いいね、あー、あー、怖い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 、ちょっと、怖い怖い怖い、怪我少し、前まで元気だから、怪我なく、はい、やれと、はい、行きましょう。最初混んでるんで、もうめちゃくちゃ腰痛いんですよね。だから動画ではちまちまやっとるけど、もうめちゃしんどいですよね。いや、めっちゃしんどそうやったっす。しんどい、薬しんどい。で、みんなつくんがゆっくりやから意味ない、もうポーズしただけやから、ほんまに力入れてまとめてやらんと、米がダマになって、確かに納豆だけやから、その米感が残るから、だからある程度もう8割ぐらい仕上げてやらんと、あんま意味ないから、もうしんどいね、ほんま。2回目、しんどいし、もう天気一日やで、もう一発行くんですか。もう一発、それで終わり。昔は3月やったんやけど、はい、もうあんまりにもしんどすぎて、もうやめてくれってなって、もうやめようってなって。2回でももうしんどい。大変だ。まあ毎年これから始まるから、いつも年が明けたら、明けた感満載ですね。ですね。やったみんな餅うまいっすか、ほんまうまいっすよね、つきたての餅って。めっちゃ余ってるんで2回目もいいですよ、これ多すぎた多分今日。はい、意味わかんないです。とりあえず止めてください。タラちゃん、ね、ゆっくりな。ちょっと後ろ、ここ危ないです。おい、しまって、おい、おい、おい、レックス、レックス、いいね、お、いいね、
リズミカル。オーケー、レックス、次誰か。おい、いいね、もっと強く。おい、もっともっともっと。まだっす。後で食いますわ。うん、それ何味ですか？きな粉。きな粉と砂糖醤油と海苔やん。あ、うまそう。うまいけど、やっぱ引き立てるのがええな。つきすぎた。毎年やらなあかんかんな。食う時間がないとか、食うタイミングないから。YouTube のタイミングないでも砂糖醤油出る初めて。うまいっすか？うまいけどな、もう1個でええわ。お腹いっぱい。もう年やったらこんな番組はいらん。危険や。はい、餅つきライブ以上で終わりです。死ぬほど疲れました。こんな感じでやってますんで、毎年1月3日やってると思うので、来れる人は来ていただけたらと思います。その今日僕結構あれからそのマイクで言ってから結構その、はい、賛同してくれた方結構いて、合計ね、もうやらしいけど数えるで、数えましょう。1万円と結構みんなね、募金してくれたんで、1万1000、2000、3000、4000、5000、6000、7000、17500円。すごい、素晴らしい。皆さん、俺の配信とか今日言ったことに賛同してくれた方がいたんで、これもプラスして、来月に、寄付に行くんで、これもプラスしてやりたいと思いますので、今日手渡しで渡してくれた方は本当に俺の気持ちに賛同してくれてありがとうございますって感じで、これを責任を持って合わせて寄付したいと思います。皆さん今年もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。